なんかさ、ちょっとさ、今からさ、俺のコミュニティの掲示板振り返るわけしない？それでさ、なんか、俺ね、全部ここに書いてって言ってくれてるじゃん。いいことも悪いことも。あの、俺の歴史が見れるはずなんだよ。これ、俺のコミュニティな、2013年ぐらいから消して、うわぁ、全部残しとけばよかった。だって俺消してるコミュニティの掲示板の書き込みもすごかったんだよ。3万とかあったんだよ。もったいなかったよなぁ。ちょっと待ってね、あんたたちはこっちに。26万個目だぜ。尋常じゃない。尋常ならざる。掲示板へ。え、1からちょっと見てみる？ちょっと待ってね。栄えある第一発目。ひょーってきてるね。これみんな見える？文字。文字見える？平成手こぎ合戦チンポとかなんか懐かしい。もうこれ3年前の。あー、掲示板。おー、ほら。すげえ。全然今とか当てねえじゃん、ほら。今もちょうどジャンボ日記ってこんな昔なの？変わってないんだよね、やっぱね。もっとなんか違うノリあるかなと思ったけど。すげえ苦手。だって、22分48秒。1分間に何個ごめん。あ、でも嬉しいね。これはいいね。ジャンボ早くに引っ掛けようとか。うわぁ、すごいわ。この時俺なんで、あれなんだろう。何きっかけで、一番最初の放送って何したんだろう。覚えてねえわ。全然変わってないでしょ。ジャンボ初コメは785、そこまで見よっか。あ、てかて、あ、ちょっと待って、ジャンボのコメント見、785な、オッケー。あいつが今でも俺の放送見てるかどうか。あれ検索しようぜ。ちゃんと入ってるかどうか。あいつも消えてたらマジで本当にもう俺があいつのコミュニティにコメントしに行くからな。え、785？ コメント、何番教えて。あ、ジャンボ来た。あと、ツイッターの件ですが、近々一度アカウント取り直し、一切うんこちゃん関係では繋がらないようにしようと思います。ジャンボとして二度とツイッター上でよろしくお願いします。ね？ほら。もう今、最近もこういう話題あるでしょ。もう3年前から何も買ってないの。もう見るだけ無駄なの、はっきり言って。同じような話で燃え、くったらない喧嘩をして、ずーっと26万通り。26万ものゴミ込め。終わってんだろ、モコウの悪口とかあってさ。で、モコウの話が出たら、いや、モコウのとか見ないからでも3年前から何も変わってないでしょ。ほら。終わってんだろ。なんか喧嘩してねえかな。うわぁ、こん時やっぱジャンボ一人いるだけで全然違えんだよな。掲示板の行き、その殺害予告の。息が違うんだよな。一人そういうなんか欲しいんだよな。今期のうんこちゃんは過激派じゃないのよ。考えが古いんだよとかさ。もうこの時からこんなこと言ってんだよ。変わってないんだって、ほんとに。誰一人として。変わってないことが問題なんだって。普通変わるんだって。俺の責任だよ、それはな。俺がそのノリをいつまでも引きずってるからいけないんだろうけど。うんこのパクリとかさ。もうこの時からあれなんだよ。言われてんだよ。ちなみに2011年から何も変わってないから。俺コメの掲示板を見てるんだけど、一切変わってないからね。
だからな、何千何万もコメントしてくれて、そのコミュニティの掲示板もう消しちゃったから見れないけど、あれなん、ね、みんな覚えてる人いる、結構あったよね。5万とかあったよね、多分ね。ああ、もったいなかったなー、消さなきゃよかったなー、それも取っときたかったなー。絶対、でもさ、このコミュ、掲示板を消さずに取っといて、俺がもし5年後も頑張って放送してたら、振り返ったらめっちゃ新鮮だと思うよ。こんな感じだったのって、さすがに35になったら変わるだろうから。それは楽しみだな。孤独ちゃんのとこ見たい。で、孤独ちゃんのところ、どこ？てか、なんで燃えてんの孤独ちゃんとか。すごい。だって262,951だよ。なんかさ、そういうなんかさ、悪口のノリとか嫌いっていう人も多分いっぱいいると思うんだ。女の子とかでもね、最近見てくれた。なんか、ちょっと一回、騙されたと思って、書き込みしてほしいの、本当に。大人、自分が大人になれば、そういうやりとりも、楽しめるんだって。7月10日 ?7 月10日 ?7 月10日って、孤独ちゃんからもうあんなに経ったの？ジャンボ日記、書いてくれてたんだよ。7月10日な？ちょっと待ってね。な、もうちょっと、キャプチャーしっかりしたいね。みんなに見やすいように。うわー、撮っといてよかった。やっぱこういう風にさ、振り返るの、れるのが掲示板のいいところというか、放送のコメントって正直ありがたいんだけどさ、消えちゃうじゃん、儚いものじゃん。なんかねえかな。ユタカ、ゴミシンダイモン殺そうぜ。テシ、殺したいな、僕の力でもどうしようもないが。お前らテッシーいじめるからいけねえんだろうが、すげえ俺可愛がってたのに、すげえ可愛がってたのに、もう最悪マジで、ほんと最悪。何年間同じことやってんだ。なんかちげえな。7月10日10日まで行ってみよっか。俺たちのタイムマシンを巻き戻しても、7月1日どんだけコメントしてんのみんな。何かあったの？何もないのにこんなコメントしてんの？この人たち異常だよ。何にもないことを語り合ってんだ。まだ80弱かよ。もうこいつダメなら完全に全盛期で辞めることができて、ヤフミは伝説だけど、こいつは一生に一流になれないとか。煽りコメントも、ちらほら出始めます。なんかねえのかよ。7月1日なんか何があったんだよ。めちゃめちゃやべえな。7月1日どんだけ、月曜、あ、やっぱ月曜日だ。ね月曜日でしょ。うわ、面白え。もういいよ、ツイッターがどうこうとか興味ねえよ。なんかねえのかよ。何にも身のない。あ、キャプチャーずれてる？マジで？あー、これずれてるわけじゃねえんだよな。ごめん、ここまでしかキャプチャーしてないんだよね。許して。マイクお前ふざけんな。うんこさんが放送しようとしてんだからな。二度とうんこさんの放送を邪魔してんじゃねえぞ。クズもいます。この時から僕は、延長を失敗してるみたいですね。うわぁ、すげぇ歴史を感じるなぁ。あぁ、残しときゃよかったな、2010年から。なんとか復帰できねえかな。俺まだ新宿住んでねえの？俺まだ新宿住んでねえぞ。あ、なるほど、読んでるところがずれてるか。なるほど。見づらくなっちゃうかな、みんなに。うわー、そうだ、大谷エンドってそうだもんね。彼女が羨ましい。誰、彼女って、彼女って誰だ。
なんかやっぱやってるね、みんないつも。あれだろ、この、晒されたやつはみんなすぐ消えていくっていう。もうツイッターの流れどうでもいいよ、マジで。なんだこれ。こいつのメッセージを俺は読み取っていこう。安心。うんこちゃんの彼女、キャバ、バーとかの夜系の仕事してるような、だから顔は良くても生活崩すって言ってたのから、もう、見当違いも腹立たしいだろ。妄想が爆発しちゃうわけ。うんこちゃんやっぱりすごいわ。ちょっと俺これ見ていい？ごめんね。エッチなやつとかが割れないように。なんだろう？あー、なんか2ちゃんのスレで、俺の名前が上がってるだけか。まとめサイトに取り上げられたよってことか。孤独ちゃん事件まで遠いなぁ。彼女バカだから大丈夫だろ。てめえに言われたくねえ。うわぁ、ほんと懐かしいなぁ。てか懐かしいもクソも変わってねえなぁ。なんか、この時のノリみたいになかったの。この時のノリ。ほら、うんこちゃんの部下、俺もうこの時からフグをファミリーとして認めてたの？ねえ。この時から俺とフグはファミリーだったの？もうじゃあ、3年なんだ。家族歴3年なんだ。深く考えれば実質今がコミュメンバー8000人ぐらいか、うんこちゃんが気軽に配信できる環境だな。そうだね。今後2、3万人は増える。今何人いる？俺のコミュ。今俺のコミュニティ何人いる？ 7 万人ぐらい。違和感すごいね。でも10万人はしたくねえな。したくねえなっておかしい。なんか俺って10万のキャラじゃなくない？俺って10万のキャラじゃなくない？ 7 万ぐらいだよね。嬉しくもあり、悲しくもあるというか。なんか俺って10万のキャラじゃないよね。なんかその時あったねーみたいにねえかな。その時あったねーって。岩崎克也、誰だ岩崎克也って。何の知らない人もま、晒してあげんなよ。何も知らない善良市民も、この時でもみんなやっぱ尖ってるのかな今より。あんま変わんねえか。あー、止まっちゃった。おいおい、人が気分よく掲示板見てんのによ。よし。あー、ポケカやってる。あれ、え。なんでこんな戻されなきゃいけねえんだよ。ふざけんなよ、マジで。気よく見てんだよ、今。なんだ、今の絵は。とんでもねえ絵があって。なんだ、これ。努力。いいね！こいつ、ちょっと戻ってこいよ。俺のコミュニティのエンブレム書いてくれよ。これ、俺のコミュニティの、あれにするわ。エンブレムします、今から。これ、これどう？みんな、努力。よくねえか？こいつ50枚くらい書いてる。ちょっとさ、復活してくれよ、こういう。復活希望ぬ。うーわ、こん時すげえ。まだ、でも復活したてで、みんなの息が良すぎるな。俺何日に復活したんだ？ 3 日で1000個目とかしてて病気だよ、こいつら。関わりたくねえ、マジで。マジで関わりたくねえ。ね、今のうちのコミュニティの掲示板ってさ、1日何個目くらいしてる？病気だよ。あれ、新年ってあった？どれ？新年って何？うわー、見過ごした！あ、これ、めっちゃいいじゃん！俺、これめっちゃ良くない？新年。こいついいじゃん。7月10日を。まあでも今に比べて人少なかったもんな。よう書いてくれたよ。ジャンボが喧嘩してるし。違うっつってんだろ、誰だよこいつ。そもそもサブアカとか使ってメモしいことするぐらいでここに書き込まねえわっつって。
お前、俺の彼女だぞ、ネットガールフレンドだぞ、ジャンボ。今、誰んと、お前、ジャンボどこにいるんだ、戻ってこい。俺の心はジャンボ。お前、俺の心の中にいるのはジャンボだけ。生きのいい女もいたのか。ねふれ。やっぱ息がいいな、この時期は。ちょっと早く孤独ちゃん見せてくれ。今だったら触れてもいいだろ、がっつり。7月10日?え、なんか俺、新宿のイメージがあるんだよな。ほら、ね?やっぱ土日ってみんなさ、あんまり賑わわないんだよ。なんか、そんなこと言っててみんなちゃんと土曜日と日曜日遊びに行くんだね。すぐ終わっちゃうでしょ。ただ見てね、月曜日からのこのさ、アフターバイブがさ、すげえんだよ、ほら。朝の7時からこんだけコメントあるんだよ。朝の7時36分、朝の7時42分、44分、47分、8時5分、9時9分とか。なんかね、月曜日元気いいんだよね、みんな。ほら、だってもう止まんねえだろ。あ!来るぞ。改装とか意味わかんねえし。こいつ一体誰なんだ?誰なんだこいつ。あー、俺が女が家にいるから、うわ、ナシコとか超懐かしい。ナシコ、んちゅうとか超懐かしい。7月10日。血の雨が降った日。信頼。こいつは一体何を、俺に向けて何をこいつは。こいつのユーザーネーム見ていいか、ごめん。俺ユーザーネームは見ないって決めてんだけど、こいつだけ見してくれ。あ、なるほどな。知らない人だ。でも、多分参加はしてんじゃねえかな。メッセージ性があるね。7月10日。いよいよだぞみんな。なんだこれ?これもう事件が起きてんの?なんかもう話題が点々と3357。3357ね。オッケー。3331。あ、来た。うんこちゃんの口を言動を真似して、水内の唯一の拠り所であるツイキャスで配信してるゴミ。なんだよ、この劣化コピーはひどすぎなんだが。シミケン逮捕だってよ。AV デビューのシミケンで身長164センチしかないんだろ。なんかもっと食いつけよ、そこは。おめえらの日記帳じゃねえんだよ。俺の放送を盛り上げるためにあるんだよ。あ、でもあんまり、こいつを殺して俺も死ぬとかさ。こいつを殺して俺も死ぬ。すごいね。なんかさ、え、これ誰だっけ?これロイくんだっけ?これ孤独ちゃん?で、孤独ちゃんがなんかさ、放送した時、ああ、そうだ、思い出した!俺前の家だ!俺孤独ちゃんからスカイプしてめんどくせ、スカイプ来てめんどくせえなって思いながら俺話聞いた記憶が。もう知らねえよ、てめえが勝手にしろよバカがよって思いながら、相談に乗った記憶が、人の話聞くの俺一番綺麗なんだよって思いながら。懐かしいな。ねえねえ、孤独ちゃんのさ、取り巻きのさ、17歳ぐらいのガキ名前なんつったっけ、あいつ。いたじゃん。17歳ぐらいのガキでさ、ペニコ、ペニコどうしたろ。おい、みんなペニコに俺もまだ、うんこちゃんが呼んでんぞっつってくれよ。ペニコ何やってんの今。あいつまだ21ぐらいだろ。懐かしいね。ペニコ逮捕されたし。俺が殺しておくべきだった。みんな悪い。今社会全体に謝罪します。俺があの時ペニコを殺しておくべきだった。ごめん。あんま荒れてねえな。こうやって見ると別に。全然荒れてなくない?日常じゃない?
あれでねえよな。とりあえずコミュ消してきたが、なんで焼き入れないとみんななんかさ、満足できないの。なんかもっと燃え広がってる時なかったっけな。あんまり聞かれてるし。もう誰もこ、あ、待て。孤独というゴミの配信を聞いていました。一言、一言一句漏らさないように、歯ぎしりしながら聞き終えました。喋り方、イントネーション、選ぶ言葉、話の中で出てくる CA の女の喋り方の真似、性感飛行、いいともみたいな放送したいというエピソード、女ディス例え方、もう何もかもがうんこちゃんと二番煎じでした。何が許せないってこいつオリジナルと思って聞いている視聴者がいるってことです。そしてこいつの話は本当に面白くない。うんこちゃんの真似をしているにもかかわらず面白くない。あと、よだれが口に溜めてる感じで、の話し方が気持ち悪すぎて肩が震えました。とんでもない小物集。今日一日、自分のしたことを忘れてしまうレベルに湧いた怒りでした。終わり。うんこちゃんにはこのゴミについて許すかもしれませんが、本当に許せない。なるほどな。そりゃ怒るわ。俺の、寝触れだから。必要以上に俺に感情を、投影してるだろうな。さすが、俺にはジャンボしかいねえ。なんか別に荒れてなかったんだね。え、なんかさ、俺がさ、あの、チャンネル作った時見ようよ。俺がチャンネル作った時見ようよ。あれ、どこだっけな。うわー、でも結構先だろうな。いや、2014年。2014年。なあ、もうどんだけ書き込みあるんだよ。無理だ、みんな。もうダメだ。あの、孤独ちゃんブームが起きてて、もう、1000、2000じゃ足らねえぐらいの孤独ちゃん叩きが。もうどんだけあるんだよ。2万ちょい前。皆さん、この企画破綻します。無理です。だってさ、2万まで行ったとしてもさ、そっから先24万あるってことでしょ。もう無理だ。俺には追い切れん。あ、ウラルいじればいいのか。わかんねえよ。飛ばしてよ、みんな。と、あのさ、書き込みしてさ、番号指定で貼ってよ。あー、これすごいわ。こんな燃えてたんだね。尋常じゃないもん、コメントが、量が。だって、俺これさ、100ずつ飛ばしてんだよ。絶対さ、実況者とか配信者でもさ、俺暗黒掲示板全部見てんのね。絶対チェックしてるやついるんだよ。バカ見てる。お前叩きまくれよ。そんなにいい思いさせんじゃねえぞ、そんな。絶対見てるやついるからな。絶対見てるやついるわ。もうダメだ。え、前込みのデータもあるんだ。へえ。すごい歴史を感じるな。なんかでもまあ、まあこれで今日は締めましょうか。深い話で真相。真相はいや、もうこのな。みんな、この、表面だけ見るなよっていう。深いところまでな。来てよっていうな。貼ってくれた。これかな？俺は、アンに信じていいのか？あ、来た！もうちょい先かな？俺がチャンネル撮った。いや、夏だな。あ、でもね、ちょっとこの辺興味深いよ。多分ね、俺ね、明確に人増えたなって思ったのが、これぐらいの時期なのね。俺が何やってたかちょっと見よう。これぐらいの時期なのね、ほんとに。あんまり何もこれといって変化はないのか。ちょっと待って。2014年までで、ちょっとおかしくないか？ 1 年間で2万個目なのに、その後2年間で26万個目で、何が起きた？え？待って。1年間で2万個目だろ？この2年間何？頑張ってきたんだな、俺。ポジティブに捉えると。おかしくない？ちょっと待って。いつから増えた？ちょっと待って。10万見てみよう。あ、
もう何がページが見つかる、もうページが見つからないとかそんなあれだぞ。あ、ここか。10,100,1000,10万。何？ねえ、悪い！顔出し、顔出し、顔出し見ようぜ！チャンネル解説だったらありがとう！多分それぐらいから増えてんじゃねえかな。いやでもいろんなことやってきたんだね、多分ね。ごめんごめん。貼り付けで。うわーこれ、いっぱいみんなが書いてくれたからこその。チャンネルだったら入会するから覚悟しとけよ。入金先口座が高田健志で証明される限り、入金して金儲けさせてやるからな。ね、こんなアンチのあり方って、いい、俺理解ができないんだよ。ね、このアンチのあり方って何一体？俺の当時の自分がわからないんだけどさ、これ何金儲けさせてやるからなってどういうこと？これって好意的な意見じゃないの？これ何これは。これ俺ちょっと意味がわかんないんだけど。これ何これ。俺ちょっとわかんない。これなんだこれ。金儲けさせて炎上させてやるってことか。なるほど。なんなんだこいつ。チャンネルだったら入金するから、入会するから確保してけよ。お前、ちょっと、すげえな。他のところだったら、喜ばれるぞ。いやでも、正解だったんだよ。やっぱユーザーチャンネル取ってでかくなったわ。いろんな辛い思いをしてな。俺ただ、なんかよく言うじゃん、うんこちゃんやりたい放題やって楽しんでるね、みたいな。そんなんじゃねえんだ、人一倍俺がこんなめんどくさい視聴者のコメント全部俺が正面からな。津波をガードする森林みたいな、俺が体重で守ってるんだ、体重で。え、じゃ顔出し直後みたいな、あんまり、そんな燃えてねえんだ。あー、出た！もう、よし。え、だって待ってよ。2015年の7月12日、ちょっと、みんなごめん、貼ってくんない？だってこれでまだ3万だよ。3万だよ、まだ。あ、消されてる！バーカ、ふざけんな、復活させる。これ運営が消してるコメント、俺は今から俺復活させるから。待てよ、番号、何が消されたか見よう。28597、28599。これ運営が勝手に消すんだ。はよ、せえ、バカ。28、ええー、ちょっと何よ、これ28559。うんこちゃん、サブコミュでマリカ8特訓中。何がいけないのこれ。宣伝じゃないの？ん？なんだこれ。スパムか。あ、これ見ちゃいけないんだ。スパムなんだ。釣りなんだ。別にどうでもよくねえか。あ、掲示板に顔出しちゃった。ありがとう。これおもろいわ、マジで。何が変えたの？全然気づかなかった。こんなにコメント増えてんの。ちょっと待ってな。なんか見えちゃいけ、まあ、見えちゃいけねえもんなんかねえんだけどよ、もう。念には念を入れるというのがこの俺の石橋を叩いて渡る加藤純一。10万からいこっか。ありがとう。Thank you。ちょっと待って。10万で、去年の今頃だよ。てか今、20、1年間で16万コメしたってことでしょ。病気だよ、マジで。10万で、いや、負けたくねえ、この1年間に。この、おい、来年50万目指そう。おい、俺もマジで放送頑張るから、俺動画も上げるし、ユーザー放送も超面白い放送するから、来年の今頃までに50万超え目指そう。いや、だからこっちで書いてよ、マジで。50万はすごいでしょ。俺言うよ、今度。え、なんか、すごい誇られることありますか？うちのコメントの掲示板見てください。コメント50万コメありますから、つって。お前、勝てんのか俺の50万コメによ。おい !50 万コメ、てめえ、この野郎、生塗りコメントばっか受けてやがってよ。
下げんじゃねえぞ。50万個目だぞ。さあ、すごいな。1日500件なんだ。にちゃんは1年間で30万レス。もう超もったいねえ。それが今ここに加わったらお前、今56万だぞ。100万目指せたんだぞ。100万。100万だぞ。100万ってすごいぞ。掲示板不便なんだ。不便なんだ。なんか15万見てみる。あ、今年なんだ。ってことはこの10ヶ月間で10万コメントしてるんだ。1ヶ月1万コメン。はぁ。ようやるわ、みんな。タバコのこととか知らねえよ。俺31だぞ。タバコ捨て何が悪いんだ。なんで俺おめえらに気ぃつかなきゃいけねえんだ、タバコのことで。うわぁ、ちょっとね、すごい、これは継続していきたいね。で、良くも悪くも、こういう風にみんなが話題にしてくれてるってことは、まあ、なんていうのかな。手は抜いてないんだろうね、俺が。その時々でさ、楽しい放送とかさ、つまんない放送多分あるじゃん。すごい、でもまあ、ようみんな、やってくれてるわ。ようみんなやってくれてるわ。さすがにでもね、全部は追い切れねえんだよ。あ、顔出し見たい。ありがとう。顔出し見ようぜ。最後。あのね、10月はちょっと、まあ、ゆっくり自分のマイペースでやろうと思ってたんだけど、最近マジで、あのね、俺、砂ザメ、砂ちゃんとご飯食べ行ったんだよ。この前。なんかの帰りに。それでなんか動画の話聞いてたら、動画のモチベーションめちゃくちゃ上がっちゃって、今。年齢はちなみに聞かなかった。年齢は聞きませんでした。なんでかっていうと、急に敬語になっちゃったら、いや、直接話してるときは敬語で喋ってたよ。いや、砂ザメさんありがとうございます、つって。砂ザメさんなんとかですかって話したけど、放送でさ、俺がいきなりさ、みんなさ、あのさ、砂ザメさんがさ、って言ったらちょっとおかしくない？嫌でしょ？嫌じゃない？そこ分けていい？俺さ、だって俺22歳だと思ってたんだよ。いきなりさ、俺がさ、いや、砂ザメさんがマジで本当にすごいご飯ご馳走してくれてたって、おかしいでしょ？なんか俺違和感があるわ。え、これ何？顔出し？これ俺が顔出ししたところ？顔出すのは構わないが、視聴者が慣れてなくて、いつものようにコメントができてない。ツイキャスで顔出せれば人集まるし、視聴者も。あ、でも、違和感あったよね。今って、てか今別にもう慣れちゃったから顔出してらしてないけどさ、違和感あったでしょ。1年前だよ、約。違和感あった、俺がやっぱ。もうでも慣れたよね。まあ、そりゃ、6年さ、何もしてなくてさ、パッて顔出したら違和感あるよな。で、その時はね、率先して顔出しして配信してたんだよ。あのかっこいい喉仏からうんこの声が出てくるような。褒めてんのかなんかディスってんのかわかんねえな。あ、でも比較的好意的な。まあそうだよな、別に悪いことしねえもんな。まあなんかいろいろ思うところがあるんですね。思うところが。なんかでも顔出ししたからといって特別何かできたことってあるっけ？なんか、ユーザー放送が潤ったことってある？俺が顔出ししたことによって、ユーザー放送が、まあ、公式、そう、あの、伝説のペヤングな？あれ、世界で一番面白い枠でしょ？なるほどな。じゃあ、出した回あったわ。あれ、もう、全人類がもう笑ったもんね。視聴率で言ったら、あれも飽きして、表記民族超えてたからね。面白さで言ったら。なるほど。なるほどな。うん。あと、マットがやっぱ、親近感を持って見れるようになったっていう、俺の、やっぱさ、声だけでも嬉しいんだよ、正直。でもさ、映像つくとさ、さらにやっぱ自分的には嬉しいわけよ。で、最近しかもさ、なんか、うんこちゃんマット増えてない？一時期すごいバーって減ってたよね。あれ何がきっかけで増えたの？なんかすげえ増えたよね。俺が追い切れない。何か理由があった？
あって、なんか、あれなんだ、しのぎを削ってるんだ。いい感じに。あ、ランキングができたから、はぁ、なるほどね。お前が配信しなくて今だったからバカ、お前俺クソほど配信したから。あんまりなんか別にでも、その時は心に思う、悲しんだりさ、なんていうの、喜んだりしてるんだろうけど、一年経つと本当に何の、マジで俺たち終わってるな、ニコラジのコメントってこうやって見られてるんだなって反省したわ今俺。え、別に普通じゃ盛り上がってんじゃんと思ったけど、何も知らない人から見たらこんな感じなんだろうなっていう。何言ってんだこいつらみたいな。だがそれでいい。だが。はぁ。面白かったなぁ。すごく。ここでハマったんだよね。すごい。配信に。ハマった。明確に。でも一年前だから別に懐かしくはないなぁ。ハマった。こんなもんか。まあ皆さんね、暇な方、ぜひ、たまにはチェックしてみてください。意外と面白い発見が、ないな、多分な。面白い発見はないですけど、ストレス発散が、できるやもしれません。なんか明日ゲームやろっかな。今日なんかもう、好き放題話すし。あ、てか明日でも実況もあげてんだよなぁ。あげる動画決まってねえけど。なんか大盤振る舞いで行きたいな。なんか配信した後に直後に、あげようかな。今日早めに寝よう。なんかまた、明日皆さんお会いしましょう。なんかみんなと話してたらイライラしてきたわ。うん。なんかちょっと明日盛りだくさんな感じで。え、なんかちょっと決めといてよ。俺も決めとくわ。なんかちょっと力の入ったゲーム実況してえな。ここ最近あんまり、あえて、そういうのは避けてきたんだけど、一個ちょっと力の入ったゲーム実況したいね。一生懸命僕も考えておきます。RPG か。てか俺 RPG こそ実況でやりてんだよな。全部垂れ流しで。あの編集したいっていうのが最たる例の。でもなんかこれといって、まあ、いいや。明日決めよう。てか今日のみんなの宿題。それ決めといて。それでは皆さん。本日も長らく、お疲れ様でした。また明日お会いしましょう。さようなら。